はい、正直本当にびっくりしてとても嬉しいというのが本当に素直な感想で、この美の起源展の過去の作品をたくさん見させていただいたんですけども、皆さん本当に個性があってプロとして、クオリティの高い仕上がりの高い作品という印象を持ちましたので、本当にそこに選んでいただいて本当に嬉しいという気持ちです。凛とした強い、女性っていうものを意識して書いたので、やはりそこからこう強い訴えるような、ものがトニさんに問いたのかなと思います。はい、はい、そうですね、ローマに留学してまして、でそこでバロックの魅了されて、そこからかなりインスピレーションを受けてまして、現代的でありながら、バロックの魅力を兼ね備えたっていうのがテーマなんですけども、暗いバッグの中に凛とした強い少女がいて、それは混沌とした昔のバロック時代でも今の時代でも同じように強く進む、そういう姿を表しました。